ドリューン、ウータン、ヤッホー、乗ってく？ロケットには乗らねえだろ、どう考えても。それだけでバズれるだろ、これ。やめろって、変な間を作ってやったわ。パーですか？それともパン派ですか？誰だお前？ないのかお前にはオリジナリティというもの。アップね。間に合った。何をやってたんだよ。そんなギリギリのことやってんのか。この前スタバのチンスコーフラペチーノをチンペチって略すかチンフラって略すかで議論になってました。私はチンフラ派なんですが、チンペチはどっち、誰と議論になったんだよ。ごめんね、今同案中だからまた来るね。出勤だろその後は。何言ってんの。坂本様ウルトラハッピーバースデー。どういうこと。何もハッピーだよ。バースデー、ジャスタバースデー。プライベートで見かけたら声かけるんじゃなくて格闘技を仕掛けてもいい。格闘技っていうのはこの概念を言うんだぞ。技を聞いてこいよ。こんばんは、羊のショーンの生配信はここで。誰だそれ。人間でも知り合いのショーンいねえわ。坂本おめえちゃんと祝え。初見ちゃー、どこから取った言葉だ。何かわからんわ。飲んで飲んで蜂蜜飲んで飲んで喉が枯れたら蜂蜜飲んで、やがてうじゃ静かに。知らねえわ。30代だわ俺。夏休み前最終日の仕事が終わり、超開放感の中でパワプロやってましたけど、急いでこちらに来ました。早く続きがやりたい。整合性取れた文章ってこいや。ウルトラマンハッピーバースデー、ウルトラマンの誕生日にやれ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア坂本、ハッピーバースデートゥーユー。何の歌だこれ。聞いたことないタイプの誕生日歌うな。ちょ聞いて、今新幹線で暇暇で初めてスパチャってやつしてみた。で、あなたは一体誰な。隣の席の人のスマホ奪ったのか。お前は決めてきたんだろうかよ。パーですか、それともパーですか、いやパンツかぶる派。誰だっつってんだよお前は。出てけお前。こんばんは、いつも私が母乳絞るときにライブしてますね。飲みますか。目の前のものに飲ませろ。ブチ切れ坂本さん2440円でのコメントやめろ。何が楽しいんだこれ。何が楽しいんだお前。出てけいいね。何か言ってみろよ。よくも悪くもねえよ。ちょ聞いて、今新幹線で暇暇で初めてスパチャってやつしてみた。であなたは一体誰なんだこれ。何が起きてんだ。遅れてないと思ってんの。本当に知らないやつの可能性出てきたじゃないか。お疲れ様です。なんとか配信に来れました。坂本さんお誕生日おめでとう。なんとかのやつ多くねえか。そんなに忙しいやつらがやってんのか。坂本って女の子をバックでつくとき目つぶりながら一生懸命に腰振ってそう。でも坂本のそういうところがハッピーバースデー。どういう意味だ。関係ないだろ生命の誕生は。宮迫さんとのコラボ見ましたが、宇治原さんの距離感の縮め方が下手で面白が縮め方。なんだ縮め方って。シャツに書きピンついてますよ。カメラ成果の回し物か。お前が考えたことで起きた空気だぞ。よし、坂本の誕生日らしいな。母ちゃんと親子2人に翻訳されてきて紹介してやるか。坂本は DM するな。おばさんが病んじゃうだろ。ここに留めといてやるよこのセリフで。うじさんうじさん顔色悪いぞ。便秘感なんでだよ。なんか母乳飲ませてくれる人がいると知って今慌てて文字打ってるんですけど、まだ間に合いません。距離がわからないだろ。考えたらわかんないか。生放送見れて光栄です。高木さん大好き。生配信だろ。テレビだと思ってんのかお前。こんばんは、昨日似てる芸能人を出してみたら 66.6% 国分幸子さんでした。どう、いけます。ピンとこねえわ。今若い子誰もピンときてないわ。え、宇治原さん東スポの記事に載ったんですか。すごいなぁ、ミコスラン劇場に出ちゃうなんて。知らないけど違うわ。初スパです。はじめまして、 VTuber をしているメスです。半年くらい前から拝見しますが、なんか悔しいので今までチャンネル登録してません。顔見せて文句言ってみろお前。なんだ悔しいってお前。 I love you 今だけは悲しい歌聞きたくねえ。なんで片言なんだよ。片言にして I love you が忘れ語すぎるだろ。すみませんでした。僕傷ついた心はどうするんです。何の話だよ。初見です坂本さん。おたうめ、お前の顔面キラキラユニコーンみたいでキショいね。どうしたんだよ。ハンダハンダ叫んだって誰より早くニコアンです。ハンダなんだ次のパンダ、ハンダと書いていいだです。クソつまんねえじゃないか。つまんないとかじゃ下手だよ。実はコロナ陽性になっちまいました。最近巷で流行ってるらしいです。寝てたのかずっと。そういえばうんころさん10時から TikTok ライブしますよ。誰に喋りかけてんだお前。宇治原の髪型かっこいいな。俺も縦髪を金髪にしたいとのことですね。やめろ。神田さん、若林さんよりかぶせプロレスがうまい。何の話だ。2回連続で送られてるやん。いやマジでやり方知らんかったねん。2440円3回もした。これ面白いな。は2回だっただろ。なんでこれも含めてんだお前。いつも面白い配信真顔で見れば逆であれよ。なんだこれ。そろそろ表に出ようか。色白を心配するな。面白いか。ガチな話、昨日仕事中に調べ物しようとしてネット開いたら、宇治さんと宮迫さんのコラボのことがネットニュースになってヤフーのトップ画面に出てた。仕事中だったからおーって思っただけで中身まで読めなかったのがすごく残念。今読めよ。はじめまして俺です。誰。
金髪ウマヅラが面白いと聞いて初めてスパチャを送らせてもらいましたとのことです。ありがとうございます。宇治原さんが童心ベルに選ばれたのっていつでした？男性だわ。なんか今日の歌ナスみたい。紫どこだよ。宇治の彼女に立候補したいです。未婚27歳260ヶ月ですが大丈夫ですか？気持ち悪すぎるわ。近寄んな。どこやめろ。で、坂本様の誕生日なので宇治原様は私と一緒に八天堂のクリームパン食べます。知ってる店の名前言えや。で、コージー、今日好きに見ましたよ。ウィンウィンウィンも見ました。最高。髪染めた極楽さんじゃねえわ。いつも真顔配信楽しく見てます。多いな2回同じような音送るやつ。今日ぐらいはそのシャツの柄の中どれかでもいいから坂本の顔にしてあげて。どういう頼みだよ。いや、君と別れて9ヶ月の友達が出産したんだけど、その赤ちゃんめっちゃお前に似てたんだよね。あと何か書いてあります。ありがとうございます。久々に見に来ましたが、宇治の色薄いな。書くことないのか。お母さんの隣で見てたら気持ち悪って言われました。責任取れ。おめえの顔だよ。今日は坂本氏の誕生日ですが、先ほど千葉ロッテの自力優勝がなくなり関係ねえだろ。スパです。チャンネル登録はしませんが毎回見てお前が手間じゃないか。え、暇の時って何したらいいと思う？アドバイス欲しい。人によるだろ。ビートルズイエローサブマリン、ハッピーバースデーイエローミストマン、イエローミストマン、イエローミス、知らねえわ。飲み会に誘われました。人数合わせと引き立て役を分かってるだけにぶち壊してやろうと思います。何かいい下ネタ教えてください。抱かれちゃうぞお前が。人数合わせがまさかの。俊足って靴知ってる？あれの CM でさ、コーナーで差をつけろってフレーズがあるけど、昔友達が 50m 走直線であの靴履いてたんだよね。コーナーのない直線では差がつかないよね。さん、GG チャンネルへようこそ。誰だよ。宇治原さんの初スパチャです。高木さんのコラボ大好きです。ニコイチ。何回目だこれ。ご存知ない手を挙げてしまい大変申し訳ありません。春華堂のうなぎパイはご存知ですか？変な食い物の話ばっかりしてくんなお前。やめろ。で、頭テカテカ、金髪ピカピカ、それがどうした？僕自衛門、令和の世界の馬面 YouTuber とのことです。ありがとうございます。はい、初見です。ようやく生の宇治原様だ。やばい、獅子座です。聞いてねえわ。出てってもらえるか。忙しいんだよ。入ってこないでもらえるかお前は。うが、数えきれない。なんだこれ。あれから僕たちは何かを信じてこれたかな。夜空の向こうには明日がもう待てよ。2回目飽きちゃうな。かわいそうに。坂本武史様、お誕生日おめでとうございます。8月10日といえばブレーキパッドの日らしいですよ。なんだそれ。子供の宿題見るか、ウッピー見るか、鏡の中の自分を見るか、めっちゃ前子供だろ。そういえばさ、ライブひどかったね。あ、そうなんだ。やったのライブをハゲ団子さんが。ごめん、ちょっと見れてない。ノコメントでやめろと言われるのも一つの手だが、それでも僕はチャレンジしたくなるので。何の話だ。一つの手じゃねえわ。グリーンの奇跡の二人寄り添って歩いてって歌詞ありますけれども、あ、それ寄り添って歩いてってありますけど、何が二人よりも添ってるんですかね。ちゃんと見ないよ歌詞を。字が違うから。ドラゴンボールで言うとマスオさんの位置の方です。喋りたくないよ。変なやつとは。10月で48歳になる。聞いてねえわ。聞いたことねえわ。俺事故しちゃってんで、ね、スパチャ入れてスパチャを要求すんだよ大体。宇治原さんが生配信終わって4時間気持ち沈むのと同じくらい替え歌歌ってもらってる時、替え歌歌ってもらってる時にすげえ恥ずかしいし、うわ俺つまんねえってなってめっちゃ沈む。やめたらいいじゃんもう。誰も得してねえじゃん。二度と来るな。いやで、初スパチャです。高橋さん好きで高橋さんのために放送を見てます。かわいそうなことするな。どうなってると思ってんだ。日曜日のエントリー者数が。初見です。なんか黄色いですね見た目。黄色かねえだろ。初見です。金玉に似てはぶっ飛ばしちゃうぞ。なあ強い人に頼んで。長島れ、長島れ、28歳誕生日おめでとう。これからもよろしく。間違えてんのか。何を間違えてる。対象か場所か。のこやめろ。いや、やめろ。歌うまいねー、いいねー。もっと歌って。自発的に歌ってねえわ。左からハッ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 で一つ飛ばさず全員ハッ。なんだこれ。ウルトラマンセブンの歌。腹が腹が腹がゲリゲリゲリ。腹が一個多いじゃないか。ちゃんとやってくれよ。真面目にやろうぜ。小さい頃親に、チマルコの顔無理やり抜かれて下半身血まみれになったことあるんだけど、この話聞きたい。もう喋ってるじゃないか。何があんだよ。あと詳細がお前パーですか、それともパーですか。お前誰だって。うちらともワンパターンのツッコミ。あれ意外と俺らって気が合うんだ。誰だってんだよお前。質問に答えないから質問を重ねたらワンパターンって言われちゃう。やってけねえよ俺も。初見です。次の重賞はどのレース目標に調教されてますか、応援馬券買おうと思いますとのことです。ありがとうございます。今何問目、何の字が違えだろ。初見です。多分馬がいるって聞いてきたんですが、あなた様のことですかとのことです。ありがとうございます。読んでくれたならあなたと私はラブになります。だがしかしハイプではない。喋り方が気持ち悪いわ。何々してくれたならっていう喋り方気持ち悪いんだよ。二度と来ないようにお願いします。あれ、さっき食べたウニが恩返しに来てる。何の話だこれ。ギリギリなのかこいつも。うんちブリブリぶっ飛ばすぞお前。怪我すな。来ちゃったよ。すっと言え。
ワクチンを打った日に痛えだよって腫れた自分の腕に対してぶち切ってそうで好き。あ、んなわけがないよ。年齢以前間違えた。年齢27歳272ヶ月だった。でも彼女にしてくれ、お前なんか気持ち悪いぞ。うじ、俺にもチュってしてくれ。誰にもしてねえわ。配信上では皆さん、スパチャの金額を2000円とか細かくスパチャを設定するってどうやってやるんですか、教えてください。坂本さん、皆さんじゃないのかよ。パソコンかアンドロイドからやれ。文字打つの忘れてた。魂抜くぞ。やり方教えてくれよ。腹も黄色いですか、どこから直したいんだよ。無駄遣いしてやる。無駄なの、無駄じゃないよね。誰に聞いてんだよ。お前が無駄かどうか俺は関係ねえだろ。はじめまして、 TikTok の切り抜き面白くて一度来てみたくて来ました。わら、何が面白いんだよ。はじめまして、覚えておいてください。さよなら。じゃあいろよ。いや、さすが34歳笑いのありが違うね。坂本さん下手くそだな。誰が今の時代嫌って言われておってなんだよ。初見です。身長193センチ33歳童貞借金600万の配信はここで。あとは怪物くんじゃねえわ。落ちたもの食えねえよ俺。りょうたが一番好きな YouTube じゃないか。俺の名前はサイキックナンバーナイン、イエモン知らないからこうなってんだろ。こんばんは、今日はいつも以上に光ってます。どこがだよ。あー、向いて向いて避けちゃう。向いてもらえたのかよ。のぐそ中、ヒグマに遭遇、アヒル歩きで逃げる宇治原。なんとか逃げ切った宇治原、振り向くとアヒルのヒナがついてきた。なんだこの話は。これなんだこれ、これなんかボケとかでもないだろ。なんだこれ、なんて切れれんだよ。そんなことねえやーか。なんだこれ、なんでちょっとほっこり要素あんの。ブチコもやっぱりいい男の子やな。なんだこれ。のぐその後、尻がもう名字のやつ組んだ。2440円スパチャしました。2500円貸してください。どうしてだよ。どうしてそうなんだよ。のこもやめーる。65インチのテレビでウッピー映して鏡の中の自分を見ながら、鏡越しに子供の宿題見たら一石二鳥かと思ったらゲロ用意して見れないだろ。鏡越しに子供見るんだったら子供が映るんだから自分が映らないだろ。でテレビもこうやって見、帰れよもう。初見です。コーラとサイダーならどっちが好き。コーラだろ。メロンソーダいつ聞くんだよ。サングラス外したお姿、以前の動画見てつぶらな瞳が素敵です。メガネ外したら目がん開きみたいです。なんでだよ。なぜつぶらじゃなくさせんだよ。呼吸を止めて一年、あなた死んでるよ。目をしたから、そこから何も言えなくなるの。懲役ロンリネス。俺だって笑ってやりてえよ。関係ないの、懲役が急に出てきちゃってんだもん。入れとかねえと要素を。なんなのこれ。10位だから馬見れるよ。とりあえず虚勢とかどうとのことです。ありがとうございます。いつもやっぱりうじっちゃ笑った顔が可愛い。怒った顔が可愛いやつ連れてこいよ。今、1.5 のラッキープラスが裏で TikTok ライブ始めたので、今、大安はうちの配信見に行ってますよ、と伝えたら、あちゃーって顔しました。現場からは、以上です。もうやめてやれよ。また失敗しちゃうだろ。上戸彩さんと同じ、今年37歳の代、何が違うんだよ。宇治原って意外と顔が整ってて、いい声してて、モテそうだな。モテねえよ。付き合う？どうする？私は嫌だけど。だって、タイプじゃない。でも、あなたが望むなら、13年考えてみるよ。だが、しかし、タイプではない。なんだ、お前。宇治原さんを広めようと思って窓開けてタオルで流してたら電話鳴りやまないですが、宇治原さんです。なんでお前んちの番号みんな把握してんだよ。だいぶ田舎のとこなんか。ゴールじゃなくて早く2000円ぴったりの方法見つけろや。いやー、新一郎、悪いことって続けてくるだな。俺どうやら切れ字らしい。続けてくるだな。どこの方だよ。彼氏にしたいで、彼氏に、なんで上からなんだよ。なんでお前、あーちゃんの彼氏って呼ばれなきゃいけないんだよ。25歳、女にとパチカスの全財産をどうぞ。2回打てるだろ、お前。それで取り戻してもっと赤スパを入れろよ、お前。お米やめろ。やめるように言え。お前らからも。間違えてのお米で送っちゃった。久々だね、うんちやらさん。誰だ、お前。自分の名前しかり、変なんを入れるな。実は先月彼女と結婚しました。これまで1年以上スパチャしてきました。これからは妻や将来生まれてくる子供のためにお金を使わないといけないので、より一層気合を入れてスパチャをしようと思う。なんでだよ。どうしたらいいんだよ。二度と来ないでもらいます。決めました、今。さすが、34歳は笑いと拍手の綺麗が違うな。もっと上手くなれよ。無理あるだろ。ブチ切れ宇治原っていうか、いじられ宇治原。 www めちゃくちゃ笑ってるな。どういうことだよ。宇治の愛称を見始めてもう10ヶ月が経ちました。日々の仕事を感じるストレスを発散させてもらって感謝しかないです。そんなうちに何かできないかなと思っていろいろ考えた結果、ビッグボスって呼んでダメだろ。俺がいい悪いじゃないよ。ビッグボスがいい悪い判断するだろ。以前豆知識スペシャルで丸々さんが、長崎は今日も雨だったを長崎県民が国家だと思っているというコメントに対して、宇治さんは違うだろと切れてましたが、長崎県民を代表して発言します。長崎は今日も雨だったは国家違うだろ。思っているってことに対して国家ではないだろって言ってるなら合ってるだろ。思っていることが違うとは言ってないだろ。神田さん、若林さんよりスカシがうまい。この間原口さんと飲みは誰だお前。ちょっとつながってる人の前で神田さんどうしてくれんだお前。初見ですが、一人ごと愛しはここで合ってます。何が聞こえてんだよお前には。これ俺が笑ってんのか今。じゃあ深緑とモスクリーンはどっちが好き。おめえに付き合ってる暇ねえんだよ。今日髪の毛切りに行って店員様にお任せでって言ったら、宇治原兄様と同じ髪型にされた。これって運命たまたまだろ。新一郎こんばんは。先ほどのかっこいい顔しちゃったら間違いです。よりかっこいい顔しちゃったら転生してくださいということで、ポスター作ってください。気持ち悪いわ。
誰が笑うんだこの絡み見て。懲役の理由思いつかなかったんだよ。勢いで送っちゃってごめん。勉強し直してくる。そんなもんでもねえわ別に。適当でいいんだよ。ZIP ファイルを解凍すると文字化けしちゃうんですが、元のファイル名を保持したまま解凍する方法を教えてください。 Windows です。 Yahoo J 袋でやれ。今日はペットボトル投げない。しばらく投げてねえわ。やっちゃえやっちゃえ。やっちゃうの、お前が言ったんだよ。もう眠たいって。生配信楽しみにしてもなく、生配信楽しみにしてなくも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 なーい。キャ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 。複数の時に出る笑い声だろ。コンビニで並んでる時、次お待ちの方どうぞって呼ぶね。こっちの女の子のレジがいいんだよ。人の出会いを奪出会えねえわ。そんな混んでる状態でさらに、こんばんは、警察かお前。しつけえな。一回処決しただろお前、覚えとけ。いつも楽しみに見てます。わらわら、嘘になっちゃうぞ。冗談の時対応するんだから。わらわ、お前は今パイパンだからできないだろうけど、パイパンにする前は体洗う時に石鹸を陰謀で泡立てて遊んでたタイプ。ちげえよ。GD チャンネルの過去動画のサムネで内さんが素顔でにっこり吠えてる10年くらい前の写真使ってるやつあると思うんですが、あれって仮の姿ですよね。どんな気持ちで撮ったのかなと思うと夜も眠れます。あれが仮の姿とかじゃないだろ。10年前の姿だろ。何やってんだこいつ。暇すぎて暇つぶしてみても。暇じゃないじゃないか。じゃあ早く俺のことをメガメッシュ乗せて黙れ。とりあえず長崎は今日も雨だから晴れの日よべや。今日なんかかっこいいな。バカだけどそれは変わらないだろ。昔一番机に置いてあるカロリーメイトを1本食べ、あまりにも美味しかったのでもう1本食べたかったのですが、残しておかないとと思ったので半分食べ、その食べかけを箱にしまって机に置きました。次の日、父親から今日の昼飯というタイトルで食べかけのカロリーメイトの写真が送られてました。親父ごめん、そんなに大した話じゃねえじゃねえか。舐めてんのかお前。普通の話だわほ。逆におもろいぞ今までで一番。普通の話をしようって意思はないからなこいつに。多分後ろスタッフさん、いい笑い声ですね。僕も欲しいで。おめえも歯を連発しろ。じゃあ初スパです。49何がだ。坂本誕生日な、おめでとう。テストはいらねえだろ。なんだそれ。今日も今日とて横揺れサークルのボスは笑っているね。縦乗り横乗りサークルだわ。なんだ横揺れって。この前のザライブの時に水入れてたボトルシンプルでいい感じでしたね。買ってください大道具さんに言えや。気づいたら2440円スパチャできない時代が僕だけになっていたんですが、いつになったら直るんでしょう。知らねえよ。なんで起きてんだよ。34歳坂本様大好き。年言いまくるな。夏までして寝てたんですけど、宇治原さんの配信見てたら元気になりました。ちょっと入ってきます。吐く元気もなかったっていう解釈で終わりだろ。あんな子もいいな、できたらいいな、あんな夢こんな夢おっぱいあるけど。高木さん逃げて、お前からお前ゾンビになってもうこれ以上いたらみたいなことか。おちんぴんちゃんハピバ誰だそれ。坂本おちんぴんちゃんじゃねえわ、おちんぴん坂本ちゃんだわ。坂本今日は目いっぱい行こうぜ。さあ超ダップブリペリパチぶちかまそうぜ。普通でそれなんだよ。超だったらもう核爆発みたいになるんだろう。今ジャージラーメン食ってるってフリチュアで言ったらアームレスラーさんも食ってるって。さすが88年組だね。ディスニーってことで坂本誕生日おめでとう。何がだよ。何がってことでなんだよ。あちこち切れる動画今考えたらあれなんやだ、トライアンドエラーの一環だろ。おっ俺いるよ。なんて返してほしいんだよ。あれ馬が喋ってるとのことですね。ありがとうございます。バス巻いてるの人にサングラスの件で怒られてたのって本当ですか。名前で呼んでやれ。おっぱいおっぱい柔らかい、おっぱいおっぱい形はいろいろかわいい、おっぱいおっぱい。なんだこれ本当に。初見です。やっぱヘアセットはペペローションさん、それヘアセットに使えないぞ。最近ウジを勧めるけどふって笑われます。誕生日おめでとう、うんちぶりぶり一個にしろ。ええやねんけど、スパチャの仕方わからんぞ。やったら課金できるん？あと誰、何も分かってねえやつじゃねえか。この名前にすればアッキーさん風に読んでもらえるのかな。あ、そっくりさんです。残念だったな。名場面集乗らなくても他の切り抜き師に切り抜かれることがあるとしたから、これからは切り抜きチャンネル全部登録してからどんなモチベーションだ。すごいなお前、やめろよお前本当に。そういうことによって切り抜きを始めたというポイント作ってくるなよ。坂本さんお誕生日おめでとうございます。坂本さんの1年が素敵な1年になりますように。ふーたんはとりあえず頑張れ。ずっと頑張ってるわ。こいつと違ってフリーチャットで死ぬほどマウント取りに行くのが夢。どうやってだ。稲葉さんにせ、うじ照れなくていいよ、私と愛し合いましょう。怖いの一言だよ。怒らずに聞いてください。アピ何の感情も動かなかったわ。坂本さんが誕生日であ あるとないとに関わらず日々ブリペリパチンをしているという事実をこの拙い脳みそでゆっくり噛み締めると非常に愉快です。脳みそで噛み締めると非常に愉快です。何言ってんだ。ちゃんこちゃんこじゃなくてちゃんちゃんこですよ。名前ちゃんと読んでほしかった。あとアイコンうちの飼い猫です。可愛い、どうでもいいみたいだな。猫の話になっちゃってんじゃねえかお前。風俗でペイペイ払いできたらいいな。できねえのかよ。顔はおもなが、性格は短気、それが宇治原ただの短気。著作権料払えよお前。どこやめろ。少し毛の長いあなたの顔に寄せたおえこ、甘い匂いに
誘われたあなたは割とムギリギリだわ。最後の方、34歳だよね。ちゃんと歯磨いてるわ。はあ、めちゃくちゃ気持ちよかった。久しぶりにやったんだけど、足がガクガクしてる。やり始めたらやめられなくてさ、終わってからもまだ痙攣してる。やっぱりすごいな。ソーラン虫セックスじゃねえのかよ。今度街中でお会いしたら、うちのおティン、ぶん殴ります。おティンってなんだ。ダバ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 ーダバ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 ーダバダバ、なんだこれ。懐かしいな、コーヒーの CM のやつ。ああ髪はいい感じ、テカテカ髪、セットペペローション、なんだこれは。全部なんだこれだぞ、言ったらメッセージが撤回されましたって変な遊び始めたって。著作権料です、ナイツにだよ。やっぱり宇治原さん声いいよ。どこがだよ。どこがだよ。急に踏んだ。あれ昨日街飲み行ったんだけど、街頭で風俗のキャッチしてます。何人もいるわこんな見た目。パーですか、それともパーですか。パー派だよ。もう遊びは終わりだ。天が、なんだこれ。坂本さんの笑い声が出る笑い袋が欲しいです。グッズにしてください。お誕生日おめでとうございます。どうやってつくんだよ。たとえ 0.3 ミリだとしても、その厚みがあることで損なわれるものがある。それが 0.1 ミリでも変わらないだろ。あー、早く生でやって黙ってろ。キュイキュイ、何が当たったんだ。ソーセージが焼き上がりまで、ハイテク家電使ってますやねえよ。S は1440円でするので2000円でお願い。何をだ。顔もいいよな、騙されねえけど。僕も坂本様の笑い袋欲しいです。なクソタラちゃん出てけお前。量子力学と霊体との相関関係を教えて。ここじゃちょっと長くなるから言えねえな。長くなるからな。そういえばそのシャツどこのブランドですか。ウータとおそろちしたい。知らねえし教えねえよ。フルーツポン、フルーツポン、フルーツポン、フルーツチンポ、ごめんなさい、我慢できなかった。何のだよ。え、じゃあどうすんだよ、嫁が。何がだよ。様、男前です。どうしたお前急に喋りすぎだぞ。チンピン坂本ちゃん、ハッピーよチンピン坂本ちゃん、バースデー。なんだお前。なんかもうそのあれしと変わんないぞ。うじうじ、私もうじって呼んでいいですよね。ありがとうございます。許可してねえわ。ひらがなでおってカタカナとの差は。あのさ、言わなきゃいけないことがある。私前歯4本しかないけどいい、13年経っててもいいよ、付き合う。だがしかし丸丸出ない。一回水飲めお前。ひゃーらー、ウジヒャラ、どんなコメントが来てもヘノヘノカッパ、ヒャラウジヒャラ、キレ顔ウルトラ Z で今日もほいや。知らねえんだよ最後の方。ウちゃんウジ兄とかウジ兄貴って言われるのが嫌だから、代わりにウジプラス兄貴でウニキって言おう。出てけお前。高木様、ナイス下ネタでございます。どこがだよ。ウジのアクリルスタンド欲しい、自分で作れや。ラップ系じゃねえ、ウジ声だけど出てきたけど、なんで、何の話だそれ。今歯磨けるの。やっぱノーコメント。なんだこれ。昨日おばあちゃん家に行ったんですが、おばあちゃんがこの前補聴器を買ったんだよと耳を指さして言ってきたので、どこで補聴器買ったのと聞いたら、えっと返されました。これってボケですよ、故障だよ。どちらかが。名前訂正してくれてありがとうございます。やっぱ宇治原さんめちゃいい人ですね。これからもよろしくお願いします。おめえが間違えてんじゃねえかよ。ウジのサングラスってどう、2000円やつのはどこだ。どこもやめる。復活すんなお前。風呂入ってくる、出てくるな。もうお前みたいなもんは。宇治原さん俺と一緒で幼少期アニメを見てなかったとえ、少なくともドラえもんとドラゴンボールだけは知ってると思って、うるせえ。何でがっかりされてんだ。のお前じゃないだろ、忘れたのは。あれ命髪切った、殺されるぞ。で、キレメンジンがやっと温まってきたみたいだな。どこやでの、ここにあったの、うるせえ。さあ、うちと画面の前のみんな、手遊びの時間だよ。右手をグーにして、中指と薬指の間から親指を出して、笑顔でね、いくよ、せーの、キュンです。こうだろ。何の時間だこれ。ほ、それは探してねえだろ。風呂にスマホ持ってくから聞いてるけど、じゃあ言わなくてよかっただろ。これこれ、はじめまして、通話できますか。そういうオファーの仕方じゃないだろ。初見なのにスパチャ読んでくれてありがとう。君がいてくれて本当よかったよ。急に歌うな。急にキロロ出すなお前。なんであんなに聞いて呼んでほしい。言ってねえわ。カジサックと宮迫さんの動画経由してきましたが、今日から宇治原さんファンでもいいですか。めっちゃ見つける。なんでカジサックさんに見てんだお前。カジサックだけ呼び捨てで。荒切さん今日来ないんだね。誰を気にしてんだよ。二度と来んなよ。お前言い過ぎだから。飽きろ早く。ノーマネでフィニッシュです。何がだよ。頑張れよ。何がだよ。トロロとしらすは私は初めて見てる。トロロしらすをひらがなでかけた理由だけ教えろよお前。なめんな、細けえぞ俺はお前。
DJ たつきさんのライブ行くお金くだず、たつきはライブはしないだろ。飽きてた。ペコリン、お前と喋ってねえよ。充電ないんやけど、風呂に充電器持ってけば感電するぞ。あなたはだんだん脱ぎたくなる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 。声枯れちゃうぞ。お前が熱くなって脱ぐんじゃないか、さっきの。で、おちんぴん坂本ちゃん、おめえ、誰だそれ。気持ち悪いな、こんなこと言ってるやつ。10時になりました。見れるわ。洗濯終わったから干してくる。昼前の方がよくね。私のお墓の前で泣くな。ちゃんとした日本語覚えてから来いや。なんで命令口調で覚えちゃうんだよ。今日もお世話様、日曜日の配信よりご機嫌で、何を、なんだそれお前。何が言いてんだお前。熱中症気をつけ、外出ねえわ。うるせえな、今に始まったことか。ここからが俺の時間。よし、頑張れ。じゃじゃーん。